パン漫才岸だけです。はい、ということでですね、最近寒くなってきてね、季節の変わり目でね、風邪をひいたんですよ。まあそこで夏は暑い企画でね、冬は寒い企画やると思いきや、また暑い企画をしたいと思います。ということで今回の企画は、こっそり暖房の温度を上げ続けたら女子メンバーは何枚服を脱ぐのか。はい、ということでですね、まあ、僕はね結構暑いの慣れてるんで、まあ、大丈夫だと思うんですけど、ルナあたりは多分ね暑いの苦手な気するんですよ。まあね、今日はねもともとね撮影っていうよりも作業する日なんでいつもとね皆さん風景が違うと思うんですけども、まあ今回はその中で企画を遂行していきたいと思います。皆さん視聴者にねルナとミュウの裸を見させられるように僕も頑張りたいと思います。ということでそれでは早速やっていきましょう。冬っぽい暖かさ。昨日は水暑くなかった。めっちゃ暑かったね。昨日暑かった。昨日やばかった。いただきます。うん、季節の変わり目、体調悪くなる。わかる。風邪ひきやすくない？うん。マジ冷房はもういらんよ。うん、本当にいらん。俺もなんか食べたくなってきた。なんか朝って何食べればいいかわからなくなる。うん、奥様だけどね、バナナ食べたい。どっち？全然違うもん食べたいじゃん。なんか健康的なもん食べたいな。そうですよ。そう、うん、うん、やばっ、なんか暑い。どっち？うん、もうむしろ寒いんだけど。マジ？牛丼食べてるからかな。いや多分そうだと思うよ。めっちゃ暑い。風邪ひいてんの？これ？マジ風邪気味。マジ季節の変わりに絶対そうなる。買うこれ。いいの？これやばい。お願いします。水につけたらさ、めっちゃ汚れ浮いてきそうだよね。なんか茶色の水出てきそう。あ、わかるわかる。つけんな、つけんな。洗わないと。暑い。うん。暑い。温度下げる？下げる？うん。冷房にする？あ、ちょっと暑いか。これ噛むとき寒いだろ。ああ。床暖ついてるやん。いや、それね。あったかいわ、床暖。あ、私クリスマスケーキ何にしよう。やる人なんだ、それ。やったことない。お前やりたい、ここ気持ちはあるんだけど、実は次の日だもん。はい、ってクリスマス何しよう。ルナも、マジでない。ルナもない。うん、ルナは今んとこある人の言い方ないよな。今後作る予定。あ、そうなんだ。クリスマスすごい楽しみますね。待って、俺もないかも。ルナもないかも。実はその前とかに分かる人かな。クリスマスプレゼントあげたくない人だ。同じかも。その前に別れる人。付き合ってたりですよ、一緒にも。汗かいてくる、暑い。サウナみたい、いきなりさ。分かる。下げ、ちょっと下げあるよ、本当に。暑い。暑いの。え、なんか息しにくい、このなんか、こもってる感すごい。下げた。ありがとう。暑い。暑い。下げた？マジ下げたよ。マジ？そんな暑い？めっちゃ暑いんだが。もう一度下げて。そんな暑い？暑い。暑くないの？俺だけ風邪ひいてるの。かぶればいいやん。でもこの毛布さ、ほこりやばいやん。今なんかもうついてんなもん。いつも噛んでるよ。うん、確かに。で、下げる？一、うん、もう一度だけね。そうだそうね。厚着すれば。いや、厚着してるよ今。冷めない消してもいいやん。いいよ、待って。
げといて。いいよ。地図されて。オッケー。これ何なんないでしょ。ディスク上から下る。うん？これ。いいって。いいって。いいって。指だよ。いいって。ちゃんと服着な。そして。着るて。まだ開ければいいのか。まだ開ける。いいって。いいって。え、いいって。いや、まず空気悪いから。いや、空気悪い。何でも換気扇。換気扇今ついてへんやん。いや、かぶっとけばいい話。かぶる。じゃあ、はい、来て。いいって窓。いいって、もういい。あ、もういい、いい、いい、いい。めんどくさい。窓はいい。なんなんそのこだわり。冷めない、切ればいいやん。切るって。じゃあ来てや。なんなんこだわりよ。うるさいじゃん、それ。ガチャガチャガチャ。だから、昼は嫌い。聞いてない。わかる。だから夜が好き。マジで汗かきそうなんて。下げてやるか。本当に温度下げてる？下げてる。エアコンつけたてんときってさ、なんかシャワーも一回冷たいの出るみたいなもんじゃないの？ないよ、暖房だ。暖房でしょこれ。いや、あるよ絶対。だってずっとついてんじゃん。私壊したな。壊れてんのかな？どっちで意味わからん。わかった。なんかえなんでそんなガンガン落とせばいいやん。いいじゃないかして。え、一回さ、トイレ行きたい、トイレ行きたい。西君って言っていいか。え、なんでトイレに持っていくん。貸してリモコンマジで。いや、もうわかんない、あの人熱い。OK。なあガチでもうさ、決めるルール決めよう。ワンマンザイハウスのリモコンは、うん、置く、使ったら、うん、使ってる、使ってる。ちょっと、マジで貸しなよ。いや俺、アイスなんて食べてるんだって。うん、見せて、一回ガチで。あ、一緒じゃ入ってこんどってな。熱いよ。体調悪くなるぞ。マジでやばい。むずい。下げて。下げたって。もういいよ、終わるし、家でできる。俺はできない。うん。もういいから。はい、いいじゃん。わけ、こちょこちょする。なあ、サマチョなの。うん、貸して。あ、つい全部こうやってかぶればいいんじゃないと。はい、全部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 。はい、寒いんだったらね、これでいいでしょ。無理。てか、汗かいてるやん、自分も。マジで貸して。あ、オッケー、オッケー、そうだ。30度も。30度やば。やば。何やってるの。消して冷房入れて。冷房めっちゃ暖房やん。ずっと暖房つけたの。ということで終了しました。熱い。頭痛くない。もうやめて。ということで今回の曲は、徐々に暖房つけていったら女子メンバーは
何枚服を脱ぐのか。え、今日動画撮影する予定じゃなかったですか。うん、マジで違ったけど。ちょっと勉強取ります。トマト撮影。頑張ろうと。なんでズボン脱ごうっていう考えには至らなかったの。なんかいい、脱げないの。もう3年の中だよ。嫌だ。ありだ。え、正直パン1でここ走り回れて大丈夫。もういけるかなって思っちゃった。ということでですね、検証結果全然脱いでくれませんでした。一応悪くなるんですけど。いや、頭痛いです、僕も。あなたも暑かったでしょ。うん。いや、ミユは暑そうだった。ルナは、え、ルナはね、まだマシだった。サウナ行ってたからさ、最近鍛えられてたって。まあということでですね、今回は、まあ、暖房で脱ぐっていうのは無理だったんで、はい、ちょっと次は本当に脱がないとやばいぐらいの場所でいろんな企画を考えてまたリベンジしたいと思います。下心丸出しね。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。床暖ケチャップだったんだな。確かにマジで。そんなてか、普通に出ればよかった、うん、家から。